着いたか着いたかな。さて、ただいまよりの大通り展望台が前、もう呼び出しても良いかの。良いのではと。では大道総林様の軍師角熊関総の率いる大道総林鉄砲隊の南は参られい。立花宗茂殿に申し上げる。大友家が軍師角熊関総にござる。こたび総理公の命により援軍として長谷参じ申した。坂田無理じゃな。ありがたきことありがとうすまぬ我ら立花家中のために文庫からよう参られた。誠に大義でござる。さようじゃ。勇猛さと忠義心でその名を轟かせる大友鉄砲隊の参陣、誠に心強い。我の父道節様になり代わり礼を申すぞ。あ、我ら先陣受け止まる。陣船の合図をこれよりご披露いたします。鉄砲隊配置につけ。我らが鉄砲より放たれる白煙と号をもって立花家所令の清らかなる見た目休めと周りの人の安寧を祈願するものなり。第一射、隊列巡視を行う。平之助、会社の皆様、我々文庫大友総林鉄砲隊と申します。大友総林公の全盛期を支えたこの鉄砲、先ほど大木丸殿は何万トライの鉄砲嫌いじゃと申されたがこの鉄砲、総林公はこの鉄砲を使い九州6カ国を支配するに至ったのじゃ。第二射、鶴瓶話を行う。洋介、どうじゃな、会場の皆様、これが本物の鉄砲の音じゃ。
それでは今日この会場にお見えの皆様方のご健勝を祈り、一斉に突破を放つ。鉄砲の威力、とくと見たか。よし、それでは最後の一射、この柳川市のますますのご繁栄と皆々様方のご健勝を祈り、そしてこの鬼家のお祭りの成功を祈って、もう一回一斉射撃を行う。立花の木を天下に示すのじゃ。おう、さあ皆々、大友総理公展望台の皆々様、大きな拍手をお送りくだされ。ありがとうございます。さて、ここから勝ち時に移るが良いかな。ありがとうございました。いや、すごい迫力でしたね。殿どうでした？久方ぶりなのじゃ。大分殿の、総輪行祭り以来じゃな、去年の、うん、プレーブリーだが現状久々すぎて、はい、ちょっとびっくりしたの。見事じゃな。本当ですか？大切り幕、大切り幕どうでした？私は刀として鉄砲というものは大変気に入っておらんのでござりまするが、あら、これが戦国時代の後半を支えた鉄砲にござりまするか。悔しいござりまするが、誠に見事にござりました。いや、素晴らしかったです。改めてありがとうございました。ありがとうございます。さて、それではここでですね、本日宗茂公銀蝶姫と一緒にこの後のご進行行列にご参加いただきます小学生たちをご紹介したいと思います。皆さん、かっこいい甲冑と兜の方を今着用されてますよね。あちらの金色の方の、こちらが柳川市内の小学生の皆さん、自分たちで作った段ボールを甲冑と金紙製の兜で金色の方で作っていただいてもらってます。結構ね、これだけの人数が集まるとすごく豪華ですね、殿。うん、さようじゃの、金光台が蘇ったようじゃな。そうですね。せっかくなので、宗茂公銀蝶姫、大切丸くんと一緒に触れ合っていただきたいと思います。それでは、
学校ごとにお呼びしますので、はい、呼ばれたらステージの方の前にお願いいたします。わしらも降りようかの、お坂田の下の方にお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ小学校のお名前呼びますので、名前呼ばれたらステージ前の方にお願いいたします。はい、なんじゃ色とりどりじゃの甲冑は、ね、良いの個性があって良いの、戦国の世もの、あんな感じだったんじゃ。そうじゃな、戦国時代の終わりの方がな、ちと華やかになっておったな、おしゃれというものが出ての、私の草摺りのようだな、シュールシーみたいな。そうじゃな、そういう色合いだったり、銀もあったりの、さまざまなんじゃ、実はの。そうじゃ、柳川の小学生と聞いて、私これを伝えねばと思っておりましたが、なんじゃ、我らのお住まいである立花家資料館は、柳川の小中学生は無料で入館できるのでござりまする。ぜひな、よう言えたな。なんとか言えたな。ぜひな、うん、ご家族で来ていただきたいと存じまする。さようじゃな。我らに会えるやもしれませぬの。わしらは基本土日のどちらかにおったりするからの。そうじゃな。いない時もあるが、わしらフラッシュトークも行っておる。館内解説じゃ。そうじゃの。先月は何をわしらしたかの。私は氷の絵をな、氷図というものを説明いたしましたの。ライキルバルなんて言ったかな。私は東城、国宝東城義満殿の鞘にございます。ああ、鞘だった、鞘だった。お前様は獅子舞。私は獅子舞じゃない。さあ、それではその方、申し訳ございません。お話途中に失礼いたします。本日はですね、柳川市内の小学生90人に集まっていただいておりますので、誠に、はい、楽しく触れ合っていただきたいと思います。では、学校ごとにお呼びしますので、呼ばれたらステージ前の方にお願いいたします。まずは柳川小学校の皆さん、どうぞ。柳川小学校、さあ柳川小学校の南はこちらじゃ。前へゆっくり進むんじゃ。殿、ガチリンにござりまするぞ。勝ち時をするのじゃが、議長説明よいか。じゃあじゃあ、これより殿が勝ち時じゃと申しまするので、南田はこのように拳を掲げてくだされよいかの。そして殿がえいえいと申しまする。それに続いて皆様、おおと拳を天高く突き上げてくだされ。これを3回繰り返しまするぞ。お前様よいかと。承知。ここの会場の皆様もの一緒にやっていただくようお願いいたすぞ。では子供たちも良いか、準備良いか。誰も反応せんの。緊張しておるのでござります。では参ろう。ここに集まりし皆様のご多幸と NHK 大河ドラマ承知を勝ち取るべく、勝ち時じゃ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー、ありがとうございました。皆様ありがとうございました。これにて立花宗茂と銀千代 NHK 大河ドラマ招致キャンペーン in 鬼芸を終了いたします。引き続きまして、この後宮代神社秋季大祭鬼芸御神幸行列出立式を行います。では失礼いたします。